皆さんこんにちは。カタールワールドカップではベスト16で敗退した森保ジャパン、現地時間12月5日ワールドカップカタール大会の決勝トーナメント1回戦でクロアチアと対戦した日本は1-1で突入した PK 戦の末に接戦を落としました。日本サッカー協会の反町浩二技術委員長が12月12日メディア対応を実施し、 PK 戦強化に乗り出す構えを明かしたそうです。また100年コンサルティング代表の鈴木貴博さんという方が J リーグ引き分け廃止 PK 決着を提言されています。一体どのような内容なのでしょうか。まずは反町技術委員長の PK 戦強化について見ていきましょう。延長戦を含めて120分は五分五分の戦いを繰り広げた日本代表ですが、最後の PK 戦に限っては完敗でした。日本は4人のうち3人がゴールキーパーにセーブされたのに対し、クロアチアは左ポストに当てた1人以外全員が成功しています。前回大会は2度の PK 戦を制し、決勝まで勝ち上がった難敵に圧倒的な差を見せつけられたのでした。反町技術委員長は危機意識を強く感じているようで、 PK 戦だから運に任せるねで終わってしまうのではいけないと断言しました。今後の取り組みとして、今 U16 日本代表がパラグアイで試合をやっている、その時に結果を問わずに PK 戦をやってくれと話をしている。これが最終的にどうなるかわからないにしても、何かしらそういう経験を違う国のチームとやることによって久々の PK 戦にならないようにする、駆け引きとかもいろいろある。キーパーのサイズも違う、そういうのを親善試合とかでも我々としては今後許される限りやっていこうかなと考えていると考えを示しました。要するにある程度融通が利く非公式戦で試合結果に関わらず PK 戦を実施し、経験値を高めていこうというアイデアのようです。この発案は日本のサッカーファンの間でたちまち話題となり、ツイッターでは何もしないよりはマシ、絶対にやらないよりやった方がいい、慣れって大きい、ワールドカップと同じ緊張感はないが内輪の練習だけでやるよりかははるかにマシ、親善試合でできないことをワールドカップでできるわけがない、取り組みは悪いことではないが本質からあまりにも外れている、何のプレッシャーもない場面でも PK 練習に意味ある、 PK の最大の敵はプレッシャーだから、 PK に強いやつはずっと強い、データとか取られそうと様々な意見が集まりました。日本は4年をかけ反町技術委員長が口酸っぱく唱える勝負強さを身につけられるのでしょうか。またJリーグ引き分け廃止戦略を導入すれば日本は飛躍的に強くなると考えているのが100年コンサルティング代表の鈴木貴博さんです。2026年のワールドカップでの大勝利も決して夢ではないようです。サッカーに関しては基本的に素人だという鈴木貴博さん、サッカーワールドカップをアルゼンチン大会から40年以上観戦しており、戦略コンサルタントとしてその業界の人が考えないような戦略を提言するのがプロとしての仕事なのだそうです。戦略とは洞察に基づいて既存の仕組みをスクラップして自社ないしは自国が有利になるような枠組みを再構築するものです。初のワールドカップベスト8を目標にした森保ジャパンはクロアチアと延長戦の末に PK 戦で敗れベスト16で敗退しました。敗れた当初はPK 戦は運だからという慰めの言葉もかけられましたが、その後 PK は運ではない、 PK 戦も試合の一要素といった言葉が広まってきています。今回のカタール大会含め過去7大会での日本代表の試合成績は7勝6分け12敗です。この6分けのうち2試合は PK 戦で敗れていますが、 PK 戦はトーナメントで上位に進出するチームを決めるための仕組みで、公式記録上は引き分け扱いとなるため引き分けに分類しています。鈴木貴博さんはあくまで論理的な計算にお付き合いくださいと前置きし、もし次のワールドカップで日本が決勝トーナメント、つまりノックアウトステージに進出したとしましょう。この場合負ければ即敗退ですが、そうでない場合勝つか PK 戦になるわけです。そしてこの
そうでない場合、イコール試合終了時点でベスト8に進出可能な場合の確率は過去の試合成績の7勝か6分けと近くなると想定しましょう。単純計算ですが、引き分けになった試合数65、勝った試合と引き分けになった試合の合計数13で割って確率を出してみます。すると 46% になりますと数字に表しました。つまり日本がベスト8に進出できるかもしれない際、4割以上のケースで PK 戦に勝たなければならないと考えるべきではないでしょうか。これが鈴木貴博さんが考える最初の洞察のようです。日本の試合成績だけではサンプルが少ないと思うかもしれません。ワールドカップの決勝トーナメントのベスト16の試合を確認してみると、過去3大会で24試合中 PK 戦は7試合と、やはり全体では約3割です。ちなみにこの数字については、強豪国は勝ちで抜ける確率が高いので、チャレンジャーの立場である日本の場合は4、5割の確率で PK 戦になる覚悟をすべきではないでしょうか。ここから日本がベスト8以上になるには4割以上の確率で PK 戦になると想定できます。2026年以降のワールドカップに向けて PK 戦を日本代表の戦略上の重要なファクターの一つに格上げする必要があるという戦略コンサルタントの洞察にもつながります。ここまでの話は今の日本の世論に近いので、前提としては受け入れやすいのではないでしょうか。洞察の後、戦略コンサルタントは事実や関係者の話を広く集めるそうです。鈴木貴博さんはこれをサッカーにも応用して話しました。細かいエピソードは割愛させていただくとして、 PK の練習が成果につながるわけではないところが難しいという意見が多いのです。サッカーワールドカップの決勝トーナメントのあの局面で蹴るというプレッシャーは練習では培うことができないという意見です。とし、実際に監督から PK の千本練習が指示されたスペイン代表も、今回のワールドカップでベスト16の PK 戦でモロッコに敗退しているデータがあります。本田圭佑さんのツイートによると、 PK にも練習が必要でも、ある程度の質に到達してからはメンタルゲームになる。これまでもどんなトップ選手でも大舞台で外してきた。それはあのプレッシャーを練習では作り込めないからということです。一方で PK を決めるないしは止めるのには技術が存在するという意見も多く集まりました。大舞台を経験してきた元日本代表の城彰二さんや中村俊輔さんの蹴る側の意見には説得力を感じますよね。日本の PK を3本止めたクロアチアのゴールキーパーであるリバコビッチ選手は、その次のブラジル戦でも鉄壁の守りを見せ、PK 戦でブラジルを撃破してみせました。リバコビッチ選手の技術を詳しく解説したサッカーの専門家の記事を読む限り、 PK を止める側の技術もあるようだと説得されます。つまり日本代表が次のステージに行くためには PK が重要であり、その PK の技術は向上する余地があるけれども、練習ではこの問題の解決は非常に難しいことが分かります。ここを突破するアイデアが必要なのです。3番目に戦略コンサルタントは時間軸で解決策を考えるようです。日本のサッカー界では2050年までにワールドカップで優勝することを目標に、サッカー日本代表の底上げのロードマップを構想しています。ベスト8に進出できるチームを作ることは、その時間軸での現実的な目標だということになります。異論はあると思いますが、サッカー選手のピークの年齢は他のスポーツよりも若いうちに訪れるようです。経験やキャプテンシーの観点では30代の選手がチームの鍵になる一方で、戦力の観点ではサッカー日本 A 代表となると20代中盤が主力になります。大会のヒーローというものは4年から8年で完全に世代交代します。つまり現在のサッカー日本代表の大半は20代中盤の欧州組ですが、2026年大会、2030年大会では現在16歳から20代前半くらいの選手が台頭してくるはずです。戦略を練る際、あるターゲットにリソースを集中する必要があります。26年大会、30年大会で日本代表を底上げする層を現在16、22歳のトップ選手と想定すれば、その大半は現在の J リーガーです。つまり日本がワールドカップでベスト8に勝ち上がれない問題の解決策は J リーガーにあるということです。そこで J リーガーの PK 戦での戦闘能力を高めるための戦略を立案するという解決のための方向性を設定することができます。ここで改めて日本代表がワールドカップで勝ち進むための戦略を考えると、
そこには2つの異なる戦略要素があることが分かります。一つは日本代表の監督がチームのために考える独自の戦略や戦術、そしてもう一つが日本のサッカー界全体の底上げに関係する環境的な戦略です。鈴木貴博さんが提言するのはサッカー J リーグのリーグ戦において引き分けを廃止して PK 戦決着制を導入するということです。2022年11月時点の J1 リーグの状況を鈴木貴博さんが分析しており、18チームおのおのが34試合を行い、合計306試合のうち勝敗がついた試合が209試合、引き分けが97試合、つまり全体の3割強の試合は引き分けの勝ち点1で決着しているようです。仮にこの全ての引き分け試合を延長戦は行わずに PK 戦で決着させたらどうなるのでしょうか。勝ち点ルールを変更して90分間での勝利は3点、敗北は0点、さらに引き分け後の PK 戦勝利は勝ち点2、敗北は勝ち点1とすると、 PK 戦が J リーグの順位を左右する重要な要素となります。場合によっては PK 戦が優勝を決めたり降格を決めたりするケースも出てくるでしょうね。競争優位というものは累積経験量で決まるという鈴木貴博さん、他の国のリーグ戦では PK を蹴る機会が極端に少ない中、 J リーグだけ PK 戦決着制を導入したとすれば、単純計算で年間100試合程度の PK 戦が行われ、各試合で10人のキッカーが本気の PK 勝負を経験することになります。メンタルが日本代表の PK 力向上の鍵とすれば、そのメンタルを鍛える場がここで誕生します。 PK 戦が重要事項になればゴールキーパーの起用についても進化が起きます。サッカー日本代表の正ゴールキーパーはシュートを止めるのが上手い選手よりも守備陣の指揮が上手い選手の方が重要です。シュートを打たせないことの重要性が高いのです。でも2026年以降は延長戦後半に限っては PK を止めるのが上手いゴールキーパーへの交代を検討した方がいいかもしれません。もし PK 戦決着制が定着すれば、 J リーガーの中で PK 特化の尺度で見た場合、誰が一番上手いゴールキーパーかも分かるようになります。重要なことはこの制度の下で18チームの監督がそれぞれ真剣に PK 戦の戦術を考え始め、一人一人の選手が無数の発見をして、J リーグ全体の PK 戦のノウハウが技術、メンタルともに大幅に底上げされることです。それを技術委員会が吸い上げれば、 A 代表の大半が当面は欧州組という現実があっても、そのノウハウは移転できるはずです。さらに言えば2030年大会以降においては、本気の PK 戦世代がサッカー日本代表の中心になるでしょう。現実にはたとえこのようなことを考えたとしても、 FIFA が J リーグに対して引き分け制の廃止提案をどう裁断するかという問題があるのかもしれません。それでもこのような鈴木貴博さんの提案に日本のサッカー界が耳を傾けるとなれば、面白い展開が起こりそうですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。それではまた。